はいどうもマックスドリームデラックスよくそとマックスです。本日はですねプロスピレスの動画を撮っていきたいと思います。そしてですね、チャンネル登録そしてグッドボタンお願いします。本日は S ランク契約書の方を行きたいと思います。ドリームキャラバンで九州達成で引き割るやつです。まあ狙いはねドラゴンズの選手か強い選手だったら誰でもいいです。さあさよならのチャンス、さあ誰来るん、頼むぜ頼むぜ、ドラゴンの選手か強い選手、さあバリン、さあ誰、もうせいや来た、やったぜ、めっちゃ嬉しい、何これ、めっちゃやばやば、来たせいや、かっこいいやつ、能力どうなんやろ。はい、こちらが鈴木誠也選手の能力です。ミート84、パワー80、走力76のパワーヒッターです。うわ強っ、あでライトも74と B に上がりましたね。で肩が88、半端ねえな。で一応特殊能力は超パワーヒッター、そして選球眼対左ピンチ左投手となっております。いやー強い、でも今回称号で狙えるのかな、同時それがちょっとどうなんやねんだな。はい、ということで、そしてキャラバンボックスもやっていきたいと思います。まあ 30% のね、閲覧契約書何枚か出てくれたらいいと思います。で、10回で何回か引いてって、最後は1回ずつ引いていきたいと思っています。さあ、1回目。まあまあね、そんなさ、なかなか出ないもんね、閲覧 30%。さあ、頼むぜ。え来た、早っ。はい、ということでリセットしまーす。さあ残り2回どうや、ラスト1出ないということで、これ以降は当たらなかった、スランク出へんかったな。はい、ということでダルビッシュ有さんからもらったやつと、そして先ほど集めたこの S ランク 30% のやつを2枚引いていきたいと思います。まあ狙いはね、ほんと S ランク出てくれたら何でも構いません。ドラゴンズ選手来てくれたらね、一応およっしゃ来た、最後のホームランでS ラン確定、よしよしよし、さあ何が出る、さあパリン、はい S ランク島内、あー島内選手、はい2枚目、おー抜いたか、いいね島内選手か、使えないなはい、ということでご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイチャー。